山部城は山形県東村山郡山部町山部にあった戦国時代の日本の城。形式は平山城である。山辺部城と記されることもある。城は山形盆地の生誕の丘陵に築かれている。山部小学校の南にある宮町役場のあたりに主格を置いた輪郭式の平山城であったというが、現在は市街地に没している。 追記年代は定かではないが、一説には、前九年の役の時に、須賀川山辺氏によって築かれたとも言われる。付近は、出羽国最上郡に属し、鎌倉時代は、北条氏領、室町時代は、最上氏一族の山野辺氏が治めた。栄昇十一年、山野辺行部は、追玉の領主、伊達種宗が、山形の最上氏を攻めた時、最上軍宣言隊として、 長谷道城に出陣し、戦死した。その後は、日の日中が上司となったというが、慶長5年の慶長では合戦で、な江金次ぐ率いる上杉軍の猛攻にあって、山辺城は落城した。慶長6年に、もがみよの四男、山の義忠しが一万九千国で上司となり、この時に城は大改修されたという。八年。 最上化が海域となると廃城となった。文久六年、白川藩安部家の出窓地となり、陣屋が置かれた。現在、中央公民館に山部陣屋の玄関が残されている。ありがとうございます。